上皇ウーパコは日本の元フィギュアスケート選手、兵庫県出身、現在は関西大学アイススケート部コーチ、兵庫県立芦屋高等学校卒業、向川女子大学中退。選手時代は田中哲太郎に支持し、兵庫県立芦屋高等学校在籍中の1966年の全日本ジュニア選手権で優勝した。全日本選手権では、 最高6位に入った。高校卒業後に、向川女子大学へ進学したが中退。1972年に引退し、後に高知県振付師として活動を始めた。教え子には、浅沼マリ、林祐介、沢田明、村上大輔国分志音上野さや田中啓治、友滝し子、中村優など、西日本を中心とした国内選手を、 数多く指導している。また、教え子で、バンクーバーオリンピック銅メダリストの高橋大輔と出会ったのは、高橋が中学校2年生の時で、高橋の関西大学進学以降は共同生活を続け、以来専任コーチとなっている。現在は、小田の子らと共に、関西大学アイススケート部コーチとしても活動をしている。2005ユニバーシアード。 日本選手団名簿 P37、札幌五輪が、原点フィギュアコーチ、超高歌子2010年5月26日日本経済新聞有敢、かける魂フィギュアスケートコーチ、超高歌子、日本経済新聞有敢2010年5月24日。ありがとうございます。